IT 関係ですごい進んでる。え、人いるの？みたいな。日本人男性が一番優しいと思ってました。それ嫌いで思い出したけど、ほらやな。でしょ、台湾は美味しい国みたいな。あ、小籠包そんなに好きじゃないの？あ、わかる、それ。大好きだ。大好き、大好き。大好き。皆さん、我是ゆり。今天的来宾是日文一样就要来台湾的ハイコです。大家好。今日はハイコと一緒にその時に思ってた台湾と本当に実際住んでみて何て言うだろう、ちょっと違ったなっていうところを一緒に話していきたいと思います。はい、はい、じゃあまず一つ目、はい、まあ、台湾の人とか国って結構私が思ってた以上にIT 関係ですごい進んでる。私が来た時って、日本人は、本当にみんなガラケー使ってた。で、iPhone やっと出たからみんな iPhone に変えようかな、みたいな年代だったから、だからその時に来て、みんな全員、もう台湾の人全員、ほぼ全員ね、iPhone 使ってたもん。その時点でもう驚きじゃん。うん、しかも、なんかヨーヨークあるじゃん。うん、あったけど、まだ、定期券とか買ってる人いたレベルの年代で。買ってた人そのなんか、ヨーヨーカーで、なんか買い物もできるし、その時代で、なるほどね、これで買い物できるの？これで自販機買えちゃうの？みたいな。やばいね。あと、なんかね、びっくりしたのが、ジャラフの駐車場よ。なんか、ジャラフの駐車場って、もう10年とか前なのに、なんか空いてる、場所、赤いランプついてたりする。すっごいと思って。そう。まあ、さすが IT 大国ですよ。あと最近もマジでビビるのが、なんか駐車場に入るときに、車のナンバーを、あれ、わかる、私もすごい。写真撮られてて、車のナンバーをピピピってやったら、何時何分に入ったかなんか写真撮られてるのが出てくんの。すごいよね。なんかさ、日本って未だにさ、なんか機械でさ、窓を開けて、そう。やるじゃん。やるやる。あと高速道路とかもマジで台湾やばいから。あ、そうなの？高速道路マジで台湾はもう先進国すぎて、私は本当にこの高速道路についてはマジで熱く語りたくて。なんかね、車についてるよ、なんかチップみたいなのが。で、勝手に上でピャってやってくれて。え、じゃあ日本みたいな、ああいう通貨みたいなとこないの？ないよ。だからもう、うちの旦那が日本で高速道路を初めて運転した時も、うんうん、え、なんで人いるの？みたいな。危ないんですけど、みたいな。ね、おじさんが、うん、ね、おじさんがいてさ、はい、いくらでーすって。やってるね。え、今何、電話ですか？あれみたいな。だからね、めっちゃ進んでる。だし、なんか日本人は新しいものに対してあまり受け入れる姿勢がさ、ないのわかる。そうだね。なんか新しいものが怖いというか、慣れてるアナログのものでいいやみたいなのが結構強いかも。うん。じゃあ次ね。日本人男性が一番優しいと思ってた。え？マジ？その時さ、まあ、そんなに他の国とかにも行ってなかったし、うんうん、私も元彼とか比較的みんな優しかったのよ、日本人。うんうん、まあ、家を送り迎え、送ってくれる時もあるし、ない時もあるし、まあ、普通の日本人のレベルに優しいだったわけ。私はそうやって満足してたのね。うん、でも、なんか、彼と初めて日本で出会って、うんうん、デートした時に、うん、レベル値だった。あ、そう。レベルが違ったのね。え、なんかもう私、これ、お金払わなきゃいけなくねみたいなレベルのやつ。え、具体的に？だってさ、なんか、まあまあ、定番のさ、エビ剥いてくれるとかさ、こういうのとか、大体そんなさ、ホストの人がしてくれるじゃん。わかる？なるほどね。乾杯！それはなんかもう、女とめっちゃ遊び歩いてる。もしくは、そういう経験あるんじゃないかなって思ったレベルで、めっちゃ優しいなって思った。それが、なんか、でもそれはね、旦那だけだと思ってた。まあそれは私のこと好きだからさ、優しくするのは当たり前じゃない。でも台湾に来たらみんな優しい。みんな優しいね。みんな優しいよね。そう。それは、なんかちょっと、なんて言うだろう。日本にいた時と、今では全然印象が違うなと思った。あ、そうだ、私もびっくりしたのが、なんか飲み物とか、水作りじゃん。見てくれる。優しい。やばない？それ聞いて思い出したけど、ホストやな。でしょ？でしょ？ホストないわ、日本だと。でしょ？そこはもう完全に。そうだね。同意です。ね、はーい。好きだよ。じゃあ次、はい、行こう。台湾は、
南国だと思ってたんで、まさかまさか冬がこんな寒いと思わなかったね。同じくでーす。今12月って信じられる？信じらんない。もうすぐクリスマスでこの半袖着てるってやばい。やばい。本当に暖かいは暖かいよね。日本とかに比べたら暖かいけど、なんか一年中こんなんだと思ってたよね。特にさ、ガオパン、うちの旦那の実家とかも、もともと暖房がなかった。冷房機能はあるのになぜか暖房機能ないみたいな。そういう、家が多くて、あの、マイルドというか。そうなの、冷たいなー。で、やたらと家の中が超寒くて、だけどさ、私ちょっと思ったのがさ、つい昨日よ。昨日さ、ゴミ捨て行ったのね。でもこんな暑いじゃん。だけど台湾人の人ってなぜか、ダウン着てる。あ、わかる。台湾の人寒がりだよね。だよね、うん。そうって思って、隣のおじちゃんに聞いたわけ。仲いいから。うん、なんでダウン着てんのみたいな、こんな暑いの。私だけね、私だけ、あの、袖なしタンクトップみたいな感じで言ってて、うん、暑いけど、寒いのが怖いみたいな。台湾で買ってた漢方飲んだりもするし、だから、そう、体を冷やしちゃいけないみたいなのがあるのか知らないけど、だから、だよね。だからすごい厚着するイメージ。うん、ああ、わかる。うん。うちのポポとかも、もう今、この気温で、ダウンジャケット着ちゃう。やっぱそうだよね。うん、でも暑いよね。普通にこの間も家行ったら帽子もかぶってて。家の中の帽子はやばい。晩ご飯食べてたもん。普通なのよ、それが。いや、本当にそれが普通。よいしょ。じゃあ、次ね。本日ね、台湾で、メテンドツーシャランパン。まさ、日本にいるときにはちゃんとガイドブック読みましたよ、台湾の。あ、シャランパン美味しそう。かき氷美味しそうみたいなの思ってて。あ、もう台湾は美味しい国みたいな。多分日本人今でも思ってる。みんなそんな感じだ。そうだ。台湾に行って食べるみたいなのがメインじゃん、こっちだって。しかも日本ってさ、台湾のレストランってさ、リンタイフォーとかジンジンの、ああいう大きいレストランしかないから。うん。私としたら多分そういう感じなんだろうな。どこに行っても小籠包の店がずらーってあって、もはや小籠包ツーダーバーとかあるんじゃないレベルな感じで思ってたわけよ。はいはい、超楽しみにしてる、それが好きだったから。うんうん、そしたら全然ないの。しかも私の台湾人の友達とか、うん、あの旦那のご家族とか、うん、小籠包そんなに好きじゃないの。あ、わかる、それはわかる。どっちかって言えば、もっとシャオツーの方だよね。そうそう。うん、だからなんか台湾に来て、なんか改めて思ったのは、まあ、小籠包だけじゃん。台湾の美味しいのは。って思った。ごぼうも美味しいし、なんか、マヨジとかさ、ああいうのが、美味しいなと思って、私も最近なんか全然小籠包食べないけど、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。小籠包美味しいよね。美味しい。小籠包大好きだね。大好き大好き。大好き。はい、ということで、今日は、あいこと、まあ、思ってたんとちゃうやろっていう話をね、してきました。はい、いかがだったでしょうか。まあね、うちらもう住んで長いもんね。なんかもう元々の感じとかがちょっと忘れかけてた時に、うん、なんかちょうどたまたまその昔持ってたガイドブックをさ、つけて、うん、昔こんななんか丸とかしてさ、ここ行きたいお店とかやっててさ、一層、うん、行ってないんだけどさ、来ても。行こうか。行こうか。行こう。そう。はい、そうなの。ということで今日はちょっとあいことね、お話をしました。はーい。じゃあ、皆さん。はい。はい、チャンネル登録してくださいね。よろしく、頑張ります。よろしくね。バイバイ。バイバイ。